こんにちは。ただいま京阪片野線久市駅に来ています。今から久市一番の乗り場で、1万3000席の車両展示に行きます。今から運用開始です。今回はよろしくお願いします。こちらは被災地域一番乗り場のトーマス名標です。トーマスのデザインがこちらは、こちらは機関車トーマス号のラッピングの13000系の13003F の4両編成です。また今日から運用開始です。展示が1時まで。こちらは赤です。1両先頭が、まずはじゃあ13000F じゃあ行きます。お願いします。こちらが、こちらが13000F の室内です。もうカッコくなってます。こちらが行きます。お、そっちもトーマス。こちらは、次は、じゃあ、こちらは、13000系の13503系です。こうです。じゃあ、中入ってみます。こちらは、13503です。室内のこちらもトーマス。すごい。こちらにもトーマスと。前の留学展示としてはない。展示は前2両だけです。こちら、後より3両です。ちょっとクイズのイベントやってます。後より3両は。3両目が13553号。一番後ろは13053号です。そうなんです。じゃあ、ちょ、一応、クイズやってるから。2両だけ。終わります。これで。いかがだったでしょうか。京阪片野線最中の13000系機関車トーマス号車両展示、前2両だけ展示していました。ちょ、3両目と4両目は駅長クイズのため公開されていませんでした。前に人多かったですね。13003F が使われています。またこれからなまた動画撮りたいと思います。またいつでも。また13000系トーマス号が入線という動画、またいつでも撮りたいです。トーマス号が入線という動画もいざ YouTube です。この動画が良かったと思いますが、京阪、それから13000系、それから機関車トーマス、それからトーマス号片野線が好きな人と、関西の鉄道 YouTuber と京阪沿線の YouTuber は
チャンネル登録、高評価をお願いします。この動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。じゃあなー。